すずきちゃんが犬と仲良くなれって。私は犬が苦手じゃなくて、嫌いなの。うわあ。好き嫌い良くないってカズサ言った。それは食べ物のことで。仲良し。何が？うん。ちゅちゅね。ちょっとかくまってくれない？いや、かくまってください。犬が追ってくるのよ。見つけた！旦那、あとよろしく。カズサ、来た？井上と仲良くなってもらう。そう。いた。やあ！バナ、助けて！井上はカズサが好き。うん。そうだよね。好きな人が一緒にいられないのは辛いよね。鈴木ちゃん、井上と私のことはこっちでどうにかするよ。だから
鈴木ちゃんは自分のために時間を使って。うん。ちょっとね、女の子同士の話。さ、行きますか、鈴木ちゃん。うん。さあ旦那、お騒がせしました。もぐもぐもぐ、うん。うん、カズサに作ってもらった。そんなに驚かなくてもいいじゃん。で、味の方はどう？材料が少なくて6つしかできなかったから、しっかりとした味見してないのよ。おいしい。あげる。鈴木ちゃんのなくなっちゃうよ。私は食べたから。
仲いいなって思ってね。あほ。本当にやっとでちゅよ、まったく。ちょっと目を離したらいなくなってるんでちゅから。まったく所長は小学生でちゅか。はあ、いつまでたっても。これからないようにしてくだちゃい。何度も言わされてるんでちゅ。では私はこれで失礼しまちゅ。
ソース？かつお節？霧島でちゅ、至急所長室の方へ来ていただけますか。